虚という字に行きますね。まず反って短めの位置、中心を狙って降りてきたら、その線の2倍より少し長めですね。ただ中心のちょっと横からもう描きますね。これ縦も今から持っていく、これも大体同じぐらい。そしたら、この線に対して同じ長さにして、で開き気味に点を打ってください。